楽器を交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンペッツ。いつも可愛い本当に毎日浴衣の色が変わりますよね。マジでいつも可愛い。私だっていつもなんかもうパーカーみたいなでも化粧してないようには見えないです。バリすっぴんですよ。いや羨ましいです。リホもすっぴんでやりたいです。リホさんだって全然変わんないじゃないですか。でもこの前服部管楽器さんと公開オンラインレッスンの話になった時にズームでもうギリギリまで化粧してなくて、はい、5分前とかに化粧を終えてあそこにいるんですけど、化粧しないでリハーサル、ズームリハーサル入ったら、あ、リホ先生今日ちょっと雰囲気が違いますねいや、あ、すいません、すっぴんでして、あ、そうなんですね、だからかみたいな雰囲気が違いますねえ、そんな変わんないと思いますけどね。だって全然そうね、ほっぺたが白くなるぐらいじゃあトランペットから行こうと思います。はい、どうでしたか、練習してみて。7日目でーす。ああ、そしてだ。ついに、もうその下りを、なしで、始めようとし始める。はい、7日目でーす。7日目でーす。週間目がやってきた。あっという間だな、記憶がないな。頑張ります。はい、よろしくお願いします。今日は、また新しいことやっていこうと思うんですけど、練習してみてどうでしたか？すごくノータンギングとタンギングの練習をしたら、うん、音が出やすくなりました。なんかそのトランペットのタンギングの仕方がちょっとつかめてきました。そしたら今日はちょっとまた新しいことをやろうと思っていて、リップソラーの仕方をちょっと初歩的なところからやっていこうかなと思います。ソの音を伸ばして下の音に降りていく練習をしたくて、ソからその時に、だいたいまあ、イーブン、ウーぐらいのところに置いといて、OK です。極端に一回、ウーを、ゆっくり下げてみましょうか。OK です。そしたら、今と同じことを一回上でもやってみます。お、いい感じです、いい感じです。降りるのは全然問題なさそうです。一回ちょっとスピード上げてみましょうか。もしどの音から始めるときに力んでしまったり何か違和感感じる場合あったら、一番出しやすいであろうその音という形で、しっかりその場所からドがどういう状態かっていうのを半音階で確認しながらドを出していきましょう。はい、そう、すごいいい感じです。やっぱり一番キョムエさんが苦手というか、ホルンとは違うところで言うと、このピボットの位置を保ち続けてそのまま吹くっていうところだと思うんですよ。この部分がどんどん使い慣れてくると、上に行った時も同じようにキープすることが可能になってくるんだと思うので、突然上の音から吹いちゃうとやっぱ前の癖が出てきたりとか力みやすい傾向が出ると思うので、あと今みたいに例えば出ないってなった時、うわーってなるじゃないですか。あーってならないようにするために、確実に出る形、自分を信用しない、なんでできないのって、いやそれはまだまだ始めたばっかりだからっていうだけなのでしっかり自分を信じずに一つ一つ確認をしながらやる習慣をつけてあげて、その先にそこからできるようになるっていうのがあるようにイメージしていただけたら嬉しいです。はい、リップソラー自体は全然できてるんですけど、できない人もいるかなと思うのでちょっとここで説明をすると、さっきの上からドーソン、まずは上のドーの時にウぐらいの日本語のウーのポジショニングに置いて、ウーを下ろすのが難しければウーをゆっくり下げてみるっていうところで下に降りる感覚をつかんだら、次は上のテンションを保ったまますぐにー
上に戻っていけるようにする練習をしてもらって、リップスラはあくまでも絶対的に上重心で吹いていきたいので、下に一瞬潜っている、舌が下に降りた時にリップスラ落ちているイメージを持ってあげて、どうしても全くリップスラやったことなくってやってしまうと息の量に頼って上に行ってしまったりとか、あとはそうどうってやるから喉がグッて閉まってっちゃったりするので、あくまでもリップスラは上から下に降りるテクニック、下の位置を変えて下に降りていくテクニックっていう風に、もしリップスラ苦手な方は覚えておいていただけたら嬉しいです。池森さんは全然、はい、ホルンと同じでできているので、続けていきます。もう少しスピード上げていきましょう。リップドリルまでいけるかな、難しい。自体はできているんですけど、おそらく上に上がれない理由としては、そのこの手の早く舌を動かすっていうところがまだ育っていないのかなっていうところがあるので、もうリップトリルあくまでも本当舌が動くからそれにつられて音程が変わっているだけなので、早くするためにはやっぱ舌を早く動かせないといけないっていうところが、一回口笛でいきます、下の付け根を同じように変えながら。できないならなかったら息のスピードだけでも聞かせてください。これでもいいです。そう音は出なくていいです。本当にやってほしいことは舌を動かすことなのでっていうのをコントロールできるように、もう口笛しなくてもでもすごいスピード速くしても舌がちゃんとウイスト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 ってなるよっていう風に、まず舌だけで練習してあげると速くしていくときにスムーズだと思うので、リップトリルができるってことは舌の柔軟性が高いんですよ。そもそもリップスラーって何のためにやるかって言ったら舌の柔軟性を鍛えるテクニックなので、なのでしっかりと舌を滑らかに動かせるように自分のコントロール下に舌を置くっていう風なところを目標にするために、今の練習を最初は降りて舌の降りた感じ確認して、次はドーソドーソドーソドー上重心になっていることを確認します。その後にドーソドーソドーソドーノーマルのスピードからドーソドーソドーソドーって速くしていくっていうのを練習の中でやっていく。でそれができるようになったら、まあ一つ上のバイオンで同じことができるようにする。リップスラーできるようになるとキープする力が強くなるので、そのピボットの位置を、なのでこの練習自体は上へのアプローチ、ハイトーンを作っていくためのアプローチにもすごく役立っていくと思うので、ちょっとやっていけたら嬉しいです。そしたらせっかくなので今やったやつを1個上のバイオンまでやってみましょうか。でなかったらソから上がってみましょう。そうこの練習たくさんして楽に感じるようになったらかなり上の音安定してくると思うんですよ。最初の方吹きづらかった理由としては上の音イコール息の量がやっぱ増えてくるので、最初のうちってなので、それの抵抗に耐えられないで口が開いたことでミードフェファファファみたいな感じになったのを、多分今ちょっとずつ閉じてくれて後半できるようになっていったんだと思うので、同じことを練習の中でやってそれがキープできるようにするっていうのをやってあげられると自然ともその上のソーとかでもできるようになれば、ラとかはマジで余裕なので、はい、ちょっとしばらくは上を出すための練習を下の音域でやっていくっていうことをちょっとやっていけたらいいなと思います。宿題としてはこんな感じです。すごくシンプルな練習にはなるんですけど、まあ、今の倍音を変えてやるのと、全部のやつで、やってってあげるっていうのをやっておいてください。はい、今日の練習レッスンは以上になります。パプリカを吹きます。頑張れ頑張ります。頑張れ。吹けないと思います。先に言っときます
チミスですね。いやでもすごく流暢に吹けてるし、息の流れにちゃんと音が乗っている感じがしたので、引き続きやっぱ緊張したりとかするとまたここが下がってきたりとか、あのその例えば上が出なかった瞬間にしっかりタラララララララっていうのを作ったかっていうと、やってないから出てないだけなので、やったら出ますっていうだけです。やれないのがね、あの分かっちゃいるけど、やっぱ曲中になると瞬発的にここを上げていかなきゃいけないので、やっぱその分外れやすいんですよ。だからその練習もタララ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 ラみたいな半音階でそこに対してアプローチする練習とかを多くやってあげると当たりやすくなると思います。はい、明日も吹きましょうか。明日も吹きます。明日吹こう、リベンジ。明日も吹きます。絶対当てます。頑張ろう。頑張ります。明日ありがとうございました。
今日はちょっとまた新しいことをやろうと思っていて、リップスラーの仕方をちょっと初歩的なところからやっていこうかなと思います。初の音を伸ばして下の音に降りていく練習。